今回は Live My Life 自分らしく働くための39のヒントという本をご紹介します。現代社会では働き方が多様化し、副業が認められる企業も増加しています。正社員でありながらフリーランスとしても活動する人や、複数の職業を掛け持つ人も増えています。これにより従来の社員としての働き方だけでなく、フリーランスとして自立する道も模索されています。そういった選択の中で多くの人が自分らしく働く方法を模索していることでしょう。田中美和さんの新著自分らしく働くための39のヒント角川では、これからの働き方についての39のヒントが紹介されています。その中から特に印象的な2つのヒントを紹介します。まず1つ目は、強みは誰もが自分の中にすでに持っているという考え方です。多くの人が自らには強みがないと感じがちですが、過去の経験が経歴となり、例えば介護や出産、離職期間なども含めてそれが一部となります。人それぞれの人生が異なり、他者とは異なる経験があります。これをしっかり振り返り、自分の中にあるものを把握することが自分らしく働く鍵となるとされています。このアプローチをサポートするためにチャプター3ではワークシートが用意されており、自分の才能を見つける手助けとなります。2つ目のヒントは、越境体験で停滞感を打破するです。日常の環境に飽きてしまったり、仕事に停滞感を感じている場合、新しい環境に身を置くことで刺激を得られるというアイディアです。同じ場所にいると日々のルーティンが当たり前になりがちですが、外部の環境に身を置くことで自分の行動や能力に新しい発見があるかもしれません。具体的な方法として、部署をまたいでのプロジェクトへの参加や、ボランティア活動、学びの場への参加、副業の挑戦などが挙げられます。これらの経験は現状に不安を感じている人にとって有益な示唆となることでしょう。自分らしく働くための39のヒントには、12年の専業主婦経験を経て再び正社員になった方や、経営者として契約社員や業務委託として働きながら自分らしい働き方を実現している方々の実例も多く紹介されています。これらの実例は仕事に迷いを感じている人にとって有益な示唆を提供しています。この本を読んでみて、その中で挙げられたヒントや実例から多くのインスピレーションを受けました。特に強みは自分の中にすでにあるという考え方は、自分を客観的に見つめ直すきっかけとなり、新たな可能性を見出す手助けとなりました。また越境体験で停滞感を打破するアイディアは、新しい挑戦をする勇気を養う助けになりました。本書は現代の働き方に悩む人々にとって、自分の人生において意味あるアクションを起こす手助けとなるでしょう。